カトサンバ始まりました。今回のカトサンバはですね、ここ長崎県佐世保市やってきております。これ柳瀬隆さんのね、タッチも見られますけど、佐世保バーガーマン、佐世保バーガーボーイだ。あーいいですね、バーガーマンにしないところいいですね。はい、ということで佐世保バーガーをね、食べに行きましょうかね。佐世保バーガー、佐世保バーガー、レッツゴー。はい、展開法やってきました。ここね、九十九島が見えるんです。島がありますよね。99個、あるからですね。なんか世界一美しい湾っていうことで、いやこれ全部の島に人住んでるんですかね。おいおい、マジか、全部名前ついてるか。これ見て、割島、巻島、桂島、緊張島、高島、平戸島、五島列島。五島列島、え、五島行くぞ。あんなところなの。あ、ここに行くんだ、来週。はい、佐世保といえば佐世保バーガーですけどね、ここがね、佐世保バーガーのビッグマンですけど、このビッグマンの本店がね、これです。なんかやっぱ佐世保といったら、やっぱ佐世保バーガー、なんかどんなバーガーなのかっていうのをあんまりよく知らなくて、佐世保バーガーって名前しか知らない。ちょっと行ってみましょう。はい、来ました。これが、佐世保バーガースペシャルですね。はい、かわいいね、お皿もかわいいけど。これですよ、ほれほら、溢れてる。ベーコンとチーズ、佐世保市散歩させていただきました。佐世保バーガー美味しかったですね。あれなんかね、ベーコンエッグなんで朝とかも全然食べれますよ。パクッと、はい、全然ヘルシーでした。思ったより。あと港ね、いい感じの港で、どこにでも行けそうだったね。